皆さんこんにちは、吉和でございます。前回在宅業務の話してちょっと長くなっちゃったので途中でフェードアウトして切ったんですけど、あの在宅の誘惑ね、いいところと悪いところみたいなお話を今ちょっとしております。まあ前回の続きですね。気になった人は前回も良ければ聞いてみてください。でまあ本当に今、前回ちょっとお茶入れたんですけど、こういったお茶も飲み放題だし、まあそれは別に全然飲めるか、なんていうのかな、とにかく、まあ家にいると、もう誘惑だらけ、漫画があれば、テレビも見れる、ゲームはできるわ、音楽は聴ける、で、音楽は別に会社でもやってる人いると思うんですけど、本当に、で、散歩行こうと思ったら散歩行けるし、まあ一番は寝ようと思ったら寝れるっていうことね。で、まあ本当は良くないんですけど、やっぱりどうしてももう確認できちゃって、寝ようっつって気づいたら1時間経ってるみたいな時もあります。本当にただその分は仕事をします。はい。で僕の場合は1週間分の仕事がまずドーンってきます。で1週間分の仕事が来たら、それが1週間後に終わってればいいんです。ノルマというか、それを達成できれば、一応出勤は1時から夜の10時までって決まってはいるんですけど、要は仕事が終わってればいいんですよ。そう。で、じゃあ、今起きました。ああ、おはようございますって起きました。では1時です。じゃあ仕事始めます。で、まあ、こういう極端ですよ。本当に極端ですけど、例えばじゃあ電話がかかってきました。ああ、もしもし、吉丸つって来て、ちょっと今さ、近くにいるんだけどお茶できないっつって、ああ、わかった、じゃあ行くよっつって、2時に3時間友達ともお茶行っちゃうんですよ。例えばですけどね。で、3時間後帰ってきました。まあ、3時間ロスしてますよね。その分っていうのは、例えば、まあ、10時までだとしたら、10時以降3時間サボった分持っていくとか。あとは、翌朝ね。明日の朝早く起きて、まあ、1時出勤だからその3時間前から仕事をする、もしくはその1週間って終わらせる期間ね、1週間、5日ってことですね。 1,2,3,4,5 って5日分仕事がこうあったとしたら、間に土日が挟んである場合はその3時間サボっちゃった分を土日どっちかでちょっと時間を作ってやる。で、結局土日挟んで、5日目までに仕事が終わってればいいみたいなこともできたりします。はい。ただこれは、うちの会社が結構、まあ、緩いというか、僕があんまりなんていうのかな、本当に基本的には素材が送られてくるっていうか、それはもうサーバーとかドライブに入ってるんですよ。まあ、サーバーが分かりやすいかな。サーバーに素材があって、僕はネットでそれを拾ってくればいいんです。素材を。で、その1週間分の仕事を終わらせたら、まあ、終わりましたよっていうサーバーのフォルダーに入れれば終わりなんです、仕事が。で、先方さんとのやりとりっていうのも僕はしていないんで、本当に、なんかね、会社から連絡がかかってくるっていうことは、1週間に1回もない。ひどい時は2、3ヶ月全然連絡ないですよ。はい。じゃあなんでやり取りできてるかっていうと、うちはスカイプで回ってますね。でいろいろスカイプでもグループ作れるじゃないですか。はい。で一応うちウェブ会社なんですね。ウェブ会社の僕は画像担当なんで、だからウェブチームはウェブのなんかこうグループがあって、で僕はまあレタッチのグループがあるんですけど、レタッチに関してはそんなに、例えばたまに修正が来た時ぐらいかな、それ以外はほとんど連絡が来ないからできてるのかもしれないです。はい。でまあ仕事の話とか友達とね、まあするときにやっぱり在宅いいなって言われるんですよ、まず。で僕も小さい頃からの夢だったっていうのは前回も話しましたけど、ずっと在宅にしたかった。で、それ夢は叶ってるんですね、だから。その代わりね、やっぱり、
まあ僕はレタッチャーという仕事なんだけど、レタッチャーってあんまりお金にはならない。で、これは、いつかのビデオブログで、僕の、まあ、ちょっとどこまで言うかわかんないけど、年収とか、今生活費がどういうふうに割り当てられてて、貯金がいくらあってっていうのはお話ししようかなと思ってます。で、僕、YouTuber じゃないから言えるんですよ。YouTuber さんって確か、YouTube でいくら稼いでるっていうのを言っちゃいけないんですよね。曖昧な表現で言うのはいいんですけど、それを証明を何か見せたりとか、いくら稼いでますっていうのは確か言っちゃいけないっていうルールがあるんですけど、僕は広告今入れてないですっていうか、僕のチャンネル登録者と再生数じゃ稼げないんで、というか、まあ稼ごうとも思ってないんですけど、趣味でやってるんでね。だから、僕は今いくらぐらいもらっててっていうことは、後に全部言おうかなと思ってます。で、僕実は貯金できない人間だったんですけど、今貯金できてるんですよ。多分ね、平均、僕は35なんですけど、平均以上は多分、できてると思う、貯金。それはなんでできてるかっていうのも、貯金編で、そういうことを喋ろうと思ってるんで、まあ、良ければね、また興味がありましたらお話聞いてほしいなと思うんですけど、で、ちょっと話を戻しまして、在宅できそうだけど、できないっていう仕事もあります。それはね、何かっていうと、チームワーク、チームで結成されているような仕事ってあるんですよ。例えば、最近は知人で、まあ在宅やっぱりいいなって言ってる人がいて、在宅にやろうかなみたいな。ただその人も多分在宅で仕事しようと思えばできるんですけど、ゲーム会社で働いている知人なんですね。で、ゲームって結構チームで作るっていうか、一致団結して作るから、チームで何かこうプロジェクトを進めていくってなると、会議ね、まず会議が多かったりとか、何か分かんないことがあったら誰かにすぐ聞かないといけないとか、あと仕事を分担しているとか、そういったチームワークで結成されているような仕事っていうのは在宅にしにくいです。はい、それは思いますね、すごく。だから僕が在宅できているっていうのは、今僕のレタッチ、画像処理の仕事っていうのは僕一人で完結するんですね。まあ、お手伝いさん一人いるんですけど、その人は、週に何回かちょっとお手伝い入ってもらえるだけなんで、常に日頃から会議したりとか、なんかこう、素材を分担したりっていうのはしないし、分担したとしても、もうスカイプで終わっちゃう話。はい。なので、僕はいろいろと運が良かったんだと思います。はい。なので、ちゃんと仕事の内容を考えれば、パソコンとネットさえあれば仕事ができるっていう人は多分結構いると思うんですけど、その先ほど言ったように、その仕事の形態ですね、チームワークでプロジェクトを進めていくような仕事っていうのは在宅には多分、しにくいと思います。というか、しちゃったら連携が崩れていって多分仕事にならないと思う。はい、まあ、それは一つありますね。で、まあ、話をどう持っていくかなんですけど、僕はどっちかというとやっぱ在宅っていいよっていう話をしたいと思ってるんだよね。在宅で夢ないよみたいな話をするよりは、厳しいんだぜっていうよりは、まあやっぱ在宅で夢があっていいよっていう話もしたいんですけど、基本的には孤独っていうか、本当にずっと家にいるから、いろんな自己管理ができる人じゃないと本当に難しいっていうか、だからもう本当に自分の体に鞭打つように、そうですね、仕事もやっぱもうサボりたくもなっちゃいますよ。家にたくさんの誘惑がよくさ、天使と悪魔がこう支えたりするじゃないですか。もう天使しかいないのよ。ゲームできるぜ、映画見れるぜとか、それに打ち勝つ、まあ、精神力っていうか、なんか決断みたいなものがないとちょっとだらけちゃうと思う。はい。でもすごい一時期夢を見ていたことがあって、最初に在宅に本当にしようと思った時って、もうネットとパソコンさえあれば、極論言うとどこでも仕事ができるんですよ。ってことはだよ、ハワイでもいいわけですよね。で、僕本当に離島、沖縄とか屋久島に本当に移住して仕事をしようと思ったことがありました。ただ
それはできませんでした。まあ、なぜかというと、離島とか、まあ、ちょっとハワイっていうのもさすがにちょっと極端ですけど、あのね、ネットの環境がね、しっかりしてないんです。で、僕が屋久島に、まあ、沖縄とかに、そう、移住しようかなと思って、ちょっと知人がいるんで、ちょっと遊びに行って、いろいろ話聞いたら、その時ってまだ、ADSL も入ってなかったんですよ。光も、今ってどうなんだろう。やっぱね、入れられないんですよね、その離島だから。だから、なんつうのかな、その、通信、ネットワークでどんだけの重い仕事をするかにもよるんですね。例えば、Excel、データ入力とかの仕事であれば、ネット環境ってそんなに整ってなくても、通信送ることは多分できるんですけど、僕の場合は画像で、しかもかなりレイヤーを積み込んで TIFF データで作るんで、重いんです、データ量が。何十ギガっていうファイルを転送しないといけないんで、まず光回線がもう必須になる。それか、まあバイク便とかでさ、まあ郵送してもいいんですけども、それじゃ遅い。全然遅い。1日とかやっぱ、まあ2日とかかかったらもう仕事になんないんで、もうネットだったらもうすぐにポンってさ、もうまあ1時間後とかには入ってるわけじゃないですか。結構大きい量、容量でもね。最低限、やっぱりその、ネット環境のちゃんと整っているところでしか仕事は、僕の場合はできないです。はい。そういった問題も、結構ね、在宅になった人にしかわからない気づくポイントかもしれないです。はい。あとは、まあ、良ければ、もし在宅について何か聞きたいことあれば、まあ、コメント欄、閉鎖しちゃってるんで、概要欄に Twitter、メアドとか、貼っておきますので、なんか質問していただければ、ビデオブログで答えます。なんか在宅のね、こういうことを教えてくださいとか、こういう時どうしてるんですかとかあればね。で、まあ、あといくつかちょっと今回せっかくなんで情報をお伝えすると、今ね、スラックっていう、もう、スカイプみたいなやつね、があって、で、それが主流になってるみたい。ビジネスの、要はネットワークツールっていうか、コミュニケーションツールとして、スラックっていうものが使われていて、うちも、今月からスラックに変わりました。もう、10年間ずっとスカイプでやり、10年間じゃないかな。まあ、うん、そのぐらいずっとスカイプを使ってきたんですけど、スラックの方がいいみたいだよってことで、スラックを導入しました。まあ、そういった今、コミュニケーションツールも便利なものがあるんで、より、在宅で仕事がしやすくはなっていると思います。はい。あとね、在宅で何かあるかな？こういうのってでもなんか質問が来てみないと答えられないっていうのはあるかもしれないけど、あ、一つだけ、じゃあ、まあ最後に、これを話して終わりにしようかなと思うんですけど、いきなり在宅で仕事はしない方がいいと思います。求人見て在宅って書いてあって、いきなりもう在宅っていうようであればそれはいいと思うんですけど、やっぱね、僕は3年間会社に入ってしっかりと会社の人とコミュニケーション3年もあればまあ結構取れるっていうかね、信用も得られるしっていうのがちゃんとあって在宅にするとちゃんと人間関係ができているんで、何かトラブルとかあった時もしっかりと対応してくれていたりとか、まあやり取りがちゃんとできるんですけど、いきなり在宅にしちゃうと会社にどういう人がいるかもわからない、あの人どういう人かもわからないっていう状況で、そう、いや見えないやり取りになっちゃうわけですよ。そうするとちゃんと目を見て話さないとか、電話のみとか、まあ音声通話もあるけど、それでやり取りしてしまうと、なんかね、その感情が見えてこない、どういう人かわかんないから、それですごいストレスになって人間関係うまくいかないっていうこともあると思うので、まあいきなり在宅にできたとしても、少しの間はちょっと会社のことを知りたいので、少し会社で働かせてくださいとか、会社の中でどういう人たちがいるのかっていう、ちゃんと、うん、その辺を見極めてから在宅になることをお勧めしたいと思います。はい。
ということで、あとはいろいろ質問がありましたら、またビデオブログでお答えしたいと思います。では、2回にわたってね、在宅のお話をしてみました。また思い出したら、ビデオブログ在宅編はやってみようかなと思いますので、ぜひ見てみてください。吉丸でした。さよなら。